360度動画、生き物、目線、うわぁ、キャー、やばい、来園者の悲鳴を、よそに2000室のゴキブリがうごめいていた。全体を覆う展示ケースは、なく、顔を近づけるとカサカサと這い回る音が、聞こえる。静岡県河津町にある爬虫類、専門の動物園、IZOO、伊豆、にある、ゴキブリの、塔、高さ80センチの塔の、足元に10月下旬、360度動画撮影用の、小型ビデオカメラを埋めた。この2000室はトルキスタンゴキブリと、呼ばれ、主に中東地域に生息する。体長は2、3センチ、覆いのない、幅90センチ、奥行き45センチの、スペースで展示されている。主な餌は野菜くずや果物。日本の台所でよく見られる黒ゴキブリと、違って、雑菌が少ないという。同祖のは、イグアナやヘビ、カメなど約300種類1500匹がいる爬虫類に、特化した動物園。ここにトルキスタンゴキブリが、展示されている理由は、爬虫類の餌となるからだ。バックヤードでは数千室が、常備されている。12年12月の開園から約1年後、飼育箱に密集するゴキブリを、見て展示を思いついたという。この塔は、ゴキブリが大好きなジメジメした環境が、作りやすいコルク製だ。一定の展示スペースでより多くの、ゴキブリを展示するためでもある。塔のそばには、ふぅ、と、息を吹きかけてください。との、看板。横浜市鶴見区から来た股間両替、両替、くん、ご、が勢いよく息を、吹きかけると数室が逃げ出した。母親の秋子さん、40、は、わさわさして光っている感じが何とも言えない、と、複雑な表情。最初は、気持ち悪い、と、近づこうとしなかった両替くんは、最後には顔がゴキブリに当たるぐらい近づいて、息を吹きかけていた。なぜ展示ケースを設置しないのか。森優、爬虫類部門主任は、ここは餌や、湿気がありゴキブリにとって、快適な場所。逃げ出すことはほとんどない、と、話す。オスは塔から滑空する可能性があるが、メスは歯がないため飛ぶことができないという。城渡武史、園長は、ケースで、遮断すると恐怖や気持ち悪さが、半減する。飛んでくるかもしれない。臭いなどの感覚を大事にしたい、としている。山本慎、朝日新聞社。よろしければチャンネル登録を、お願いします。スマホの方は動画の下の、チャンネル登録からお願いします。